パーツを組み合わせてアジサイの針江を作りましょう。まずはにじみを生かした花びらを貼り合わせて大きな花を作ります。再生紙やコピー紙など薄い紙の上に花びらを並べていきます。花びら同士が少し重なり合うように外回りから真ん中へと置いていきます。位置が決まったら真ん中の花びらを一旦外し、外回りの花びらから貼っていきます。花びらの真ん中あたりだけ糊をつけて貼っていきましょう。外回りぐるりと一周貼れたら、今度は真ん中の花びらを貼ります。台紙が見えないように貼りましょう。裏返したら、紙の周りの部分を内側に折り込んでいきます。この時、表から紙が見えないように折ります。一旦広げ、周りに糊をつけたら、もう一度折ってくっつけます。出来上がった花と、カタツムリや葉っぱなどのパーツを台紙の上に並べ、配置を決めます。配置が決まったら、葉っぱから貼っていきます。折り目を潰してしまわないよう、根元だけ糊をつけるといいです。花も真ん中の方だけ糊をつけて、折りたたんだ台紙の分だけ浮き上がるように貼りましょう。カタツムリにも糊をつけて貼ったら、自分がカタツムリやアジサイだったら、どんなことをお話ししているか考えて、白いクレヨンで一言添えておきましょう。日付や名前も入れておきましょう。みんなの作品が出来上がったら、タイトルをつけて壁面に飾りましょう。